はい、こんにちは。税理士カーミナミの YouTube チャンネルです。この動画はね、個人事業、まあ、自営業の方向けの内容になっています。まあ、ビジネスをするとどうしても必要となる経理の基礎や税金確定申告についての情報を、日本人がね、なるべく勉強する機会があまりないお金の話についてをなるべくわかりやすく税理士が説明している動画になります。これを見て経理やお金の知識の基礎を身につけたり、レベルアップのね、土台になったらいいなという思いでコツコツと、配信をしております。YouTube の、ね、方で、ね、コメントや感想を、取り上げてほしい内容、テーマなどありましたらぜひ教えてください。じゃあ今日もよろしくお願いします。今日の動画は前回の続きですね。確定申告をするにあたって下準備をしないといけないんですけど、やっぱりね、下準備をしないといけないので確定申告に取り掛かるとハードルが高いので、下準備の方法第2弾ですね。今回は、用意する書類ですね。必要書類、確定申告をするためにこの必要書類ですね。これはね、皆さんね、確定申告を今までされてある方はね、去年も同じようなことをしたと思うんですけど、必要書類についてちょっと簡単に説明したいと思います。まずね、何がいるかって言いますとね、市役所からですね、市から届くものとしては、健康保険ですね。多分皆さん国民健康払ってると思うんですよ。まあ旦那さんの扶養に入られてるっていう方は違いますけども、自分で健康保険払ってる方はこれは全額控除になりますね。健康保険。まあ介護保険ですね。これは年齢によってですけど、介護保険の控除証明書というのが来ます。ですので、そちらを用意する必要があります。あと、国民年金を払っている方、ね、年金を自分で入って支払っているって方では、これも国民年金保険の支払いの控除証明書というものが来ますので、こちらの方を用意してください。あ、これは市じゃなくて、年金のところ、何でしたっけ、あれ。名前をど忘れしちゃった。年金事務所ですね。があると思いますので、これは年金事務所の方から届きます、控除証明書が。あとですね、別に給与があるとか、ビジネスしてるんですけども、それ以外に、給与や報酬があるっていう方は、源泉徴収票というちょっとね、見慣れないというか聞き慣れない言葉だと思うんですけど、源泉徴収票、こう書けますね、が必要になります。これは、働いている先から基本的に郵送で送られている場合が多いので、私もこの間昨日一つ、市役所でちょっと会議の参加してるんですけど、その源泉徴収票が、届いたので、そろそろ届いてくるんじゃないかなと思います。で、去年ね、去年っていうか、その期の途中で会社を退職されたっていう方も、確定申告する場合はこの前職のね、源泉徴収票っていうのが必要になってきますので、そちらの方を用意してもらうように、会社に連絡すれば送ってくれますし、もうすぐにね、送ってくださる会社さん最近多いので送られてくるんではないってのではないでしょうか。源泉徴収票がいりますよっていうことですね。あとはですね、医療費ですね。まあこれはちょっとある方ない方いると思うんですけど、医療費、めっちゃ字汚くなっちゃった。医療費ですね。まあ年間10万以上になると、医療費ね、申請する意義があるんじゃないかっていうふうにね、一般的に言われてますけど、こちら、家族分集めてできますので、自分だけじゃなく、奥さんの分や子供が歯医者行ったとか、そういう場合のレシート、領収書、まあ風邪ひいてね、お医者さんに行ったから、で薬を処方してもらったっていう場合のレシートとか、歯医者行ったとかいうものも全て、合算できますので、家族の分ですね。まあね、医療費だけでまたね、一つ動画ができるのかしらね、メディカルケアのやつの話とかね、いろいろありますけど、まあとりあえずこんだけでね、まあ医療費ある方ない方いますので、とりあえずざっくりとこのまま進めていきます。まあ医療費がある方は医療費ですね。あとは、市と年金事務所、あと生命保険会社から多分皆さん、これは多分皆さんもっと早い段階で届いてると思います。早いと10月、11月頃から、自分がかけている保険の保険会社から、はがきが届きます。これの、保険控除証明書っていうものが来るんですけど、保険控除証明書。というものが届いていると思います。これはですね、まあ、生命保険と、まあ、損害保険とか、まあ、地震保険っていうものが入ってきますので、あと、個人年金かけているとかいう方もね、これですね。まあ、それは保険会社から来ますので、自分が何に入ってたっけとか、あれ、何ですか、その個人年金ってっていうのを言わなくても、生命保険会社から自動的に送られてきますので、そちらの方を自分の分を集めておけばいいかと思います。はい。あとですね、まあ、自分が扶養している家族の変更の移動がないからとかですね、年齢がね、16歳以上になると、扶養に入れれる風になりますし、その辺の変更がないかのまず確認ですね。
あと必要書類としては、まあ、大体の方はこちらぐらいで収まるのではないでしょうか。あと言いますと、まあ、イデコやってる方とかね、はそれの証明書もいます。いりますし、例えば小規模共済に入ってる頃はね、節税でよく入ってらっしゃる、自営業の方多いんですけど、小規模共済の控除証明書、これの証明書ですね、2つとも。証明書が必要になりますので、もしそちらの方はそしてください。あとはですね、まあ、これもやる方やってないよ、ふるさと納税の寄付金ですねとか、赤十字に寄付をされているって方はこれは税額控除になりますので、ふるさと納税や、まあ、寄付をされている方ね、これの控除証明書が多分寄付してその控除申告書に出すことで控除できる場合はその書類が届いてますので、もしね寄付してるんですけど、でもこういう書類がないところはただの寄付になりますので、控除対象の寄付にはなりませんのでお気をつけくださいですね。寄付と、まあ、ふるさと納税をしているって方はこちらですね。私は一応今年ね、今回の確定申告の12月末にふるさと納税を自分のねざっくりと調べて、もうふるさと納税をいくつかいたしましたので、それの証明書ですね。まあ、これは12月末までじゃないとちょっと間に合わない内容ですね。去年のね12月31日までにした方に対して、控除証明書が、各それぞれの自治体から届きます。まだね、してね、届いてないところがあるってところは、まあ、絶対必ず後日届きますので、もう少し待っていただければいいんじゃないかなと思います。以上ですかね、確定申告に必要な必要書類、これですね。はい。あとはね、各々またね、違うかもね、住宅ローン控除があるって方は、またそちらのね、残高証明書、銀行からの残高証明書と、またそれにあたりが必要な書類になりますけども、まあ、それもね、ある方、ない方いますので、大体言うとこれぐらいと、まあ、住宅ローンがある人は住宅ローンに関する、控除証明書ですかね。なもんかなと。あとまたね、障害者が家族にいるとかいう場合は、またそういうね、一級手帳の、ね、証明するものがいたりとか、まあ、それイレギュラーなもの言い出すきりがないので、ここら辺で、締めたいと思います。はい、必要者。まあ、そういうなんかちょっとイレギュラーなものとかね、自分の場合どうなりますかとか、この書類はな、どういうことですかっていう質問等ありましたら、ぜひね、低価格でどこに住んでいても、その税理士を味方にできて質問できる場っていうのを Facebook の非公開グループのメンバーになると、税理士私に対して質問したりとか、企業に関する質問やら、確定申告についての質問などもできますので、ぜひそちらの方、検討していただけると助かります。個別にね、皆さん質問メッセージとかね、メールで送ってくださる方がいて、まあ、大変ね、それは励みになってありがたいんですけど、でそちらの方をね、全部答えているとね、私の本業のね、お客様の方に割く時間がなくなってしまいますので、そういうのを踏まえて、オンラインサロン、税理士川南の会議室ということで、オンラインサロンで受け皿を、作っておりますので、低価格で税理士を味方につけるという、まあ、あと企業仲間も待ってますので、他のビジネスのしている人たちがどういうふうにビジネスをしているかという意見交換もできますし、結構最近 YouTube 見てるっていう動画の方から新規会員の方が増えてますので、ぜひそちらの方は、詳細の方のところにアドレスを貼っておきますので、まあ、ホームページからも入れますし、事務所の、ね、ホームページ覗いていただければ、そこからオンラインサロン会議室っていうのがありますので、そこから入っていただければ、内容詳細詳しく載ってみるページがありますので、そちらに飛んでいただいてご検討くださると嬉しいです。じゃあ今日のお話はね、確定申告で揃えなければいけない必要な書類についてでした。また次回何かしらお役に立つような動画の内容を考えますので、ぜひチャンネル登録とまた動画の方見ていただけると嬉しいです。今日もありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。またの動画で。